古代のエイリス・エイリスは古代ギリシアの地方で現在のイリア県に該当する。ギリシャ南部のペロポネソス,ス半島にあり、北をアカイア、東をアルカディア、南をメッセニア、西をイオニア海とそれぞれ接している。第一回古代オリンピックは紀元前8世紀、エイリス当局によってエイリスのオリンピアで模様された。競技の審判ヘラの理解はエイリス出身者だった。 地元の呼び名、バリスは、おそらく、定地という意味だと思われ、実際にエリスは、赤エア、アルカディアともどもそうである。山々は、アルカディアの高地の続きであり、主要な河川も、アルカディアの泉が源である。エリスは次の三つの地区に分かれている。現代のエリスは、アマリアダの北東1 4トルに位置する、古代遺跡の上に建設された、人口150人の、 小さな村である。近年の発掘で出土した財宝を含む博物館がある。さらに古代の劇場も良好な状態で残っている。エイリスは馬の飼育とオリンピック競技発祥で有名である。古代ギリシアゴラテン本寺、イーリスギリシアゴラテン本寺、アリスギリシアゴラテン本寺、ワリスキ、ラムダイオタデルタアルファー、ギリシアゴラテン本寺、エレダキ、ラムダイイタコキ、 パイシグマアルファー、古代ギリシア語ラテン本字、ピーザティスキ、ローイオータファイウプシロンラムダアルファー、ギリシア語ラテン本字、トリフフェリア。ありがとうございます。